修は、吉行淳之介による日本の短編小説である。文学界、昭和29年2月号書出。第31回、芥川賞受賞作。大学を出て、サラリーマン生活3年目で独身の山村秀夫に、とって、愛することは煩わしいことである。勝負の町に通い、遊戯の段階に泊まることは、精神衛生にかなうと考えている。 しかし、馴染みになったみち子という娼婦のもとへ通ううち、愛情を抱き始めた山村はその感情に戸惑う。ある日、みち子の部屋から赤線の街を見下ろしていると、にわか雨が降り出し、男たちを呼び止める娼婦たちの強制が街に交錯する。その様子から、山村は情緒を感じ取る。翌朝、 喫茶店に入った山村と美智子は窓越しに一本の店アカシアから緑色の葉が一斉に落ちるという異様な光景を目にする。まるで緑色の衆であった。その日は同僚、古田五郎の結婚披露宴だった。披露宴の後、再び山村は美智子を訪ねるが、先客がいたため、縄のレーンの店に入り、酒と茹でたカニを注文する。 道ちを所有する数多くの男たちのことを思い、嫉妬の情を覚えるも、今度はその感情を飼いならそうとする。ふと橋先に手応えのないのに気づいて見下ろすと、杉橋が二つに折れかかっていた。これより先、義行は、勝負との交渉は、精神衛生に良いと言って、赤線を歩き回る男を描く滑稽小説、衛生的な散歩を書いていた。 これを成功法で書き直し、州と解題した。1953年12月、結核のため入院した、清瀬病院で脱行し、翌年、雑誌掲載の数日後に、左配切除手術を受けた。芥川小受賞の知らせは、病室で看護婦から聞いた。作品中には、明記されていないが、舞台は、新宿二丁目の赤線地帯である。 モデルとなった女性との交渉や、後日談は、エッセイ、勝負と私、小説、香水瓶などにも描かれている。よしゆき、私の文学放浪。ありがとうございます。